それではですね、今回はダークソウル2、スカラーオブザファーストシーンやっていきますんで、よろしくお願いいたします。それではね、早速始めていきましょう。さあ、ということで、コンティニューいきます。さあ、前回ですね、ようやく、隠れ港、旅立つことできまして、忘却の牢ですかね、そちらにたどり着きました。今日はね、そこの続きからやっていきますので、よろしくお願いいたします。ちょっと体力アップしとこかね、上限これでマックスの体力できます。で、忘却の牢の2つ目ですね、マックラフの作業場から進んでいきたいと思います。さあ、ということで、ここね、あのタル爆弾で破壊したところですね。はい、で、今日はこちらの奥の方にね、なりますね。まずは犬倒してから、倒す。で、あそこのところですね、この明るいところ、電気来るのは気にしないでいく。で、ここ4番だな。ここは特に何もなし。ここの家ですね。はい、この奥は、あ、この奥はしごあるのか。あ、後ろから開けていきます。なんか前回ね、死んだところ、あ、なんか逃げてるか、いつ。王国剣士の足、よし、ここ OK。 あ、そっか、これ下からね、いけないのか、上に。あ、これ、あ普通に開いた普通に開きましたね。開けたらなんか来る？骨の杖。あ、お前か。びっくりしたな。
っけ。ツインブレード、おお、強さの武器きた。これも OK。パリングだが、武器いっぱいだな、ここは。何かあるわけではない。閉じ込めが有効だ。お、ここも開いている。危な、落ちるとこだった。あ、エレベーターじゃね。あ、エレベーターだ。あ、あ、宝箱。顔出てるけど大丈夫ですか。あ、出てないのか。ギリギリ。え、びっくりした。犬神木かと思った一瞬。不審者の香料、ちょっとじゃあ武器、ここで安全なところで、ね、武器を見ましょう。ツインブレード槍か。なるほどね。で、骨の杖ね。ショートカットを、あ、敵か。あー、ここボスに行くところか。いっぱいいるんだけど。あー、ここがローなわけね。みんな一撃なんだ。悪いけど、ごめんな。え、わあ、かがり火使わせてくれないけ。あった、でもなんかさ、今香木取んなかった、不審者のやつ。この人って言ってたけど、違うな。いやー、香木がないとダメか、これは。嘘でしょ、かかり火を使わせてくれない、かかり火を使わせてくれないゲームになった。わー、したら、そしたら下は、下はどうなってんのかな。ここにいたよね。いた、捕まえた。あ、なんだかずー、びっくりした。上行けない。
ないとこなんだ。あそこにもあったな、爆発ドン。じゃあこれにまた乗ってちょっと下行きますか。すごいシュールだね。な黄昏そう。じゃあこのはしごかな。お酒、女が必要だ。どこに繋がってんだこれ。ではある。女が必要はよく分かんなかった。降りる。あれ、あ、ファロスだ。明るくなった。軽くなっただけ。なんかあるわけでもない。じゃあこっち側かな。次のさっきが、さっきのとこがね、ボスのとこで、あ、ここはアイテムがあるだけっていう感じ。鉱木がさ、ないんだよなやっぱ。わあ、そこのかがり火使いたかった。いやー、じゃあもうボス行きますか。どんなボスだか分かりませんけど、明るくなったね。あ、ここにもある。うぃー、赤。なるほど、明るくなったからこれ分かるんだ。なるへそね。ここに鉱木入ってんだろう。そしたらソウルズは、あれ、ソウルズはで前ゲットしなかったっけ。ソウルの器ある人物に持っていくと、これが分かんないんだよな。ある人物レベルの振り直し、ああ、あれか、あの多分あれでしょね、あれだ、あれあの一番初めのね、あいつのとこでしょ。あのなんだっけ、ヒモリ目のババアのところ。これもう一本あるってことだよな。あそこ真ん中はどうやって行くんだろうな。諦める。多分ね、今ここで多分死ねば真ん中も行けるんだろうな。じゃあ行きますか、ボス開けて。
く意志持って、まあ、武器は、ああ壊れてんのかこれ。じゃあこの炎の論争で行くしかないね。あいつは上から矢とか撃ってくるけど、闇草スペル使用回数すべて回復する。じゃあ霧の中入ります。でボスだよ。ジャインの塔、あれあれステージが変わった。うい、上からこんにちは。うい、え、罪人の塔、とりあえずかがり火が欲しい、かがり火欲しいなんですけど、下にある OK 人の像ね、はいはい。いや、これはかがり火ではない、エレベーター。危ないかな。はい、出て出て。オッケーオッケー。王国剣士の体験。いやー、とりあえずまず上だよな。ガリビ欲しいな、レベルアップもしてな。あ、かかがいだ。はい、もう一回入ります。はい、なに潮の塔、ドラゴンとかがいるってこと？微妙に残りやがって。これあれか、さっきのエレベーターのところね。はい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 。で、アイテムあったんでこれだけ取ります。ソウル。という、長尾の、回復、修復か、修復させて、レベルアップも一緒にしてきちゃいましょう。はあ、なんとか死なずにいけましたね。修理強化、強化できる。じゃあプラス3でしょ、プラス3にする、プラス3にする、うまくいける、もう一個1000でできる。 OK、 これでプラスの4とかで下がった。結構これで強くなりましたね。で、残りでレボーアップですね。Bearer of the curse. Seek so, seek the king, lest this land. 筋力を30だっけ。大きい2つ上がった、25。あと5ですね。広告はもう売ってない、いないんだっけ。もうないのか。よし、行きましょう。商人ここ以外にいないんだよな。罪人の塔ですね。行きます。潮の塔。
の牢にボスはいなかったですね。で、下に降りるか。行くんだあ、まさかの下に行くんだ、上に行くんじゃないんだ。あんなか死んだ、あんなか死んだ、なんかいっぱい死んでる。よいしょ。お、 NPC のサインがある。またちょっと1個上の段行きたいね。これね、これはね、ここに今アイテムあったからね出血ナイフで、これどうするの。そのまま落ちても大丈夫なところ、こうダメっぽいよね。斜めに行くのか、違う。あっですよねですよねNPC のサインがあるということはボスだな、あの先な。 OK、 ちょうどまあね、あのエレベーターの上に来てるんで、久しぶりルカちゃん。では行きますよ。絶対ボスだこれ。沼地大輪のカイトシールド。ああ、でっかいでっかいでっかい。すごい回転回ってる。何これ何これ。二刀流のやつ。あれか、ルカちゃん一緒に戦ったね。あの前か後ろかどっちからしか攻撃できないっていうやつで、先ほどこの本物の方が攻撃してるやつ。ルカちゃんナイス。さすがルカちゃん、経験値は違うかな、僕らのな、ルカちゃんと私の。何も考えずに切っていくっていう。上登る、牢獄、スケルツン、殴る、
もう一個ある、誰、傭兵ルート二人目だ。あ、なんかめっちゃ強そう。なんか両腕に看板ついてる、両腕に看板ついてる、わあ喜びですね。え、両手盾、何この、こいつ悪の子鍵がかかってる。じゃあルカちゃんと傭兵の、ルートと一緒に行きます。とりあえずこいつも切ってけ、出して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 、何、あ、ちょっとちょ絶対食らってるじゃんお前ら、鍵がかかってる、鍵をまた探してくんだな、鍵がかかってる、これで開ける感じか、ハルスの石じゃないんだな。あー、ルート飲んでる。するハルスの石じゃないんだよな。鉱木なんだよ、鉱木欲しいのは。これは何もないゾーンね。あとは他なんかあったの、これね。こうも何もないゾーン。メッセージ、頭が有効だ。ここではない。ここも、ここも、何もないゾーン。じゃあ、ここ開けるしかないか。絶対、わー、あの切りこそボスだな、多分。3対1で初めての3人プレイですね、NPC と。うわー絶対やばいやつ。あ、上も行ける。あ、ちょとか、あ、鍵がかかってる。反対側からでもダメなのこれ。危ないつー、反対側からでも開かないんだこれ。ダメなんだ、反対側でも開かない。行きましょう。なんか来んのかなこれ。絶対ボスだよな。上、先上行くか。ここは鍵がかかってる。みんな鍵かかってんな。こう雫石か輝くタイプ。こっちはアイテムなし。ここも鍵かかってるってことはもう真ん中しか行くところない。よし、絶対ボスだろこれ。ボス戦だったらな、武器はこっちですよ。古騎士の長尾の。よし、じゃあお前ら行くぞ。よろしくお願いいたします。よいしょ、3人で。おー、行くぞー。やばい、ルカがちょっと引いた。行きます。霧の中へ。ムービーだ。何ボスだろうな。虫、仮面の中に虫が入って、なぜか剣を持つ。そして首は繋がってる。
で忘れられた罪人、痛い、くらえってくらえってくらえって、お願いします。あ、意外とダメですよ、暗くてわかんねえなこれな。あれめっちゃダメージ入ってんなこれ。大丈夫、ルートはタンクだからちゃんと全弾、ほぼほぼ全弾ガードしてる。つい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 ハムギってハムギってるこれは余裕か。いや俺が死にそう、俺が死にそう、俺が死にそう。あ、そうだ、暗いから六個の距離だな、短いのか。大丈夫か、ルートルート、俺が守る。あ、ルートじゃない、ルカが先に死んだぞ。待って、あの敵の HP が 見えない。飛んだ、あれ上から、あー、ルート、あと1対1だな、これな。長いって、回復する。一発目か、ここだ、つくぞ、かわせろ、危な、おい、失礼しょ、一発か、くー、スタミナが、スタミナ、スタミナ回復して、ジャンプ攻撃が前につくの、オッケー、オッケー、よーい、よし、走られたな、あ、出た、走られた、あ、出た、響いてる。暗いよ、暗いよ。あ、扉がある。開くの？か、かがり火？ネタバレ？こう、まあ、そっか、先はここしかないのか。こっちから入ってきたんだもんね。俺だね。そこしかないか。暗いな。炎のロングソーソードに、あ、かがり火だ、よしよし、あ、宝箱、宝箱、オッケー、宝箱開け身、よし、開きました。懐かしい項目、エリザベスの飛躍、エリザベスの飛躍、あれじゃん、アルトリウス・ザ・アビスのエリンギそして懐かしい項目、もしかしてあ、石化したものをね、元に戻すやつね。いやー、どこで使うかなそれ、悩みどころだよな。えー、かがり火と、ブーン、ボンファイアリー、罪人のかがり、始まりのかがり火が火を取り戻した。はい、始まる、ついに、あ、え、ダークソウル始まってなかった、もしかして。あ、あれ違う、休むんじゃないんだ。え、飛ばされた、帰ってきた、マデューナ、耐久系、耐久系でレベルアップでしょ、まず早くタワーシールド持ちたい。よし、こう上がる、よし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 、オッケーオッケーオッケー、めっちゃ一気に7上がった。よし、これでタワーシールド持つことができるぞ、我は。シールド、持ってる。よし、来た来た、
またクソが始まったわ。何、始まりのかがり火が灯ったってどういうこと？なんか NPC に話しかける感じ。アイテムも買う。ジューズなんだよな。Be safe。ここのね、顔にいるでしょ。Is a journey, and every journey eventually leads to home. May you find peace on your journey. じゃあどこ行くんだ？始まりのあれ。あ、もしかしてあのかがり火おばばんとこに行けばいい？かがり火っていうか、ひもり目のおばばんとこに行けばいい感じ？でね、香木も手に入ったからね、石の屋敷とどっか復活もできるじゃん。どこにしよっか。てかどこあったっけあと。おばばー、ただいま。無言である。帰りの一言ぐらい言ったいのかい。あ、これでステータス再設定ですね。森の深淵を乗り越えられたのですね。あ、何かくれんの？家政婦のお玉。武器ですか。家政婦の玉、土なんだ。あ、お玉だ。2階はやっぱり何もなかったな。ここもお玉もらったぐらいだ。お玉じゃないんだよな。さっきのところは行けないんだ。忘れられた罪人のあそこには。ちょっとさっきのとこもう一回行ってみようか。もうちょっとここなんかあったのかな。どうでしょう。そこのかがり火開けるの？香木使って。あれ、石化したのってさ、あそこだけだっけ？なんか途中にもあったよね。ここじゃなくてさ、忘却の牢のところに。ちょっとそっち行ってみようか。忘却の牢を、バックラフの最強王城を、一番初めのとこでよかったんだっけ。いや、マックラフだな、そこは。ここから行く感じかな。は何かやってくれんの？ついに。やっぱりタイミングがないとダメか。刺激。
軽い失礼しました、すみません。タルトが爆発させちゃって、このさ上のさねところにもいなかったっけ、その香木っていうかその石化した人。あ落ちるよこれ、やってしまった。初手爆破でいきます。OK、 あれここにいんのかお前、なんでさっきあんな上にいたんですか。うえー、この人はもういないんだよね。こちらからは開かないショートカッツ。じゃあここもね開かないね。よいしょ。アイアン。タワージールド、あぶな、無理だったね。でもさすがタワージールド 100% 上がってて安心ですね。あらあら、あったあったあった、これ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 で、お主お主これで解き放つ、起き上がる敵、で扉が開く、そうするとめっちゃ来ためっちゃ来た、ちょっと何も聞こえるか、あうほぼ全員来た、こいつだこいつだ、マジかこいつだ。長いやつで行こう。まさかなドス、さすがタワーシードだったらドスんか。オッケー、よし来たぞ、安定の全裸プレイやっぱダークソウルって言ったらもうこれだよな。よいしょいなやっぱ攻撃力は違うわ。開けないといけないとこっぽいね。あ、
横振りは誰か縦振りで、はいはい、あよいしょ、疲れる、はい、あもうもうちなみに時間的にもこれが今日のラストワンプレイでございます。ここからくる、オッケーオッケーで、どこだかわかんねえけど、おっすんな、なにパックしたよ、君たち大丈夫開ける、なんかいる、もうこのあと1体だけでしょ多分、2体、2体か、逃げていく、絶対誘い込まれてる、うわ絶対あれボスだ、あ帰ってきた、おかえり、はい、めちゃめちゃしずく石が出んな、どこに行くんだ、死ぬやつだ、あれさっき俺来たところ、ちょ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 、そんなことはない、はい、あれでも開いてる、あれ、ああさっきのところか、一周してきたってことでしょ、じゃあ、わあ ボスか、行くの最後ボスボス最後行く感じっすかこれ、誰かまたいるのかな、手前にまさかのボスかける2いっちゃう感じ、今日いるわ勇猛なるフェリーシア、はじめましてですねフェリーシアちゃん、あーこんにちはフェリーシャン、はじめまして、あスピア系の方なんですね、あーよろしくお願いいたします、じゃあ行きますか、他は大丈夫そう、他は大丈夫そうですね、よしじゃあボス一回行って今日は終わりかな、これで、あとは横から来そうで怖いな、超怖いな、開かない開かない開かない、オッケーオッケー、開かないどこの、あ開いてると、あいる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 、回復してくれ、2人目巡礼者ベルクレア、
魔法使い、きっと奇跡系の人かな。おー、いいですね。裸と奇跡系の人と、ランス。出して、フェリーシアちゃん、ちょっと出して。出して、ありがとう。よし、じゃあ行くぜ。おそらく、ここの、忘却の、ローのボスです。普通の衛兵、あ、あれ、なんだ、ルカ、なんとか、いっぱいいるやつ。なるほど。単体感か。それは面白いじゃないか。一番、普通の衛兵、レギュー。レギム圧倒的に。遅いな、レギムな。もう遅い。オーナーが壊れてそう。やばいやばい。武器を変える。武器を変える技。オッケー、レギムいった。いった、降りる。次。みたいな。ね、アルサンドラ。アルサンドラ。よし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 。スタミナ回復する。いいね、魔法効いてますね。アグラ多いんで。オッケー、アレサンドラ行った。さあ最後ラスト1体グーカー、アレサ、あ、フェリーシア、アレサンドラ、ルカ、レギュ。じゃあ2人で行く。ベルクレアとの魔法を貫通していく。私が対応を取らないといけないわけね。あと少し。お、ナイス。いった、よいしょ。オッケー。はい。ありがとうございます。一度の演技のソウル。おい、よし、殺しの鐘絶対ないって。ここ絶対ないって。だってボスだもんこれ。でこれがさっき開かなかった扉ね。絶対ないって、幻の壁。はい、じゃあ先行ってかがり火入りますよ。でここにかがり火が、カリピカなくね。さっきの上に戻ってきて、ああ、そこにアイテムが。うわー、行くぜ、ジャンピング。うい、さすが機関残って。帰れってことか。だが私は帰らない。でここが何？爆発した。ソウル。あ、でかがり火。イェーイ。よし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 。うつろな衛兵。3人倒しまして、従者の間に到着いたしました。よし、時間ぴったした。今日はこの辺で終わりにいたしましょう。レベルアップ渡して、あ、違う、レベルアップ
というわけして終わりにしたいと思います。なんか今日めっちゃレベル上がってるね。またレベルが5上がりました。イエーイ。よし、さあということで今日はこの辺で終わりにいたしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。今日はね 3人でねボスに挑むっていうのが2回あるというですね、ちょっとまあ余裕すぎたかなっていう感じでは、まあ、ありますが、まあまあシステム上、まあ、使って今日はやってみました。ではね、また次回もお楽しみにしていてください。では従者の間からどこに次はね繋がっているのでしょうか。ではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。